覗き見ブロックを設定する方法をご説明します。覗き見ブロックを設定すると、正面からの見やすさはそのままに、カラーフィルタ画像が上下左右からの覗き見をブロックします。表示パターンや濃淡の変更も可能です。それでは設定してみましょう。ホーム画面を上にスライドして設定をタップします。画面をスクロールしてディスプレイをタップします。詳細設定をタップします。画面をスクロールして覗き見ブロックをタップします。右上のスイッチをオンにすることで設定可能です。表示パターンをタップすると、カラーフィルタ画像のパターンを選択できます。強弱設定をタップすると、濃淡の強さを調整できます。覗き見ブロック機能のオンオフは、画面上部を2回スライドして覗き見ブロックをタップすることで切り替え可能です。